はい、とスーパーロボット対戦 Z 実況プレイのパート185かな、やっていきましょうということで、前回は月光ステイトが登場しましたと。まあもちろんまだレントンはいない状態だったので、まあエウレカ7の本編前みたいな感じなのかな、だったんですよね。で、まあ今後ちょっと協力してやっていけるのかなと思ったら、なんか時空の歪みが発生してしまって、まあ、それぞれ別々に吹っ飛ばされてしまったと。で、結局その月光号とはまた離れ離れになってしまって、引き続きねこの編成のまま、次の戦いに挑むことになるみたいです。で、今回はどうやらターン A の物語が主体ということでね、楽しんでいきましょう。北アメリア大陸イングレスノックス市街地。ケールお嬢様、そちらお嬢様、ノックスの町に着きました。ご苦労様ロラン、車の運転上手くなったわね。ありがとうございます。旦那様からお嬢様たちの送り迎えを任せられた以上練習しましたから、感謝しなさいよロラン。2年前この土地に流れ着いたあんたを雇ってあげたのはうちのお父様なんだから。はい、旦那様、奥様、お嬢様たちには毎日感謝しています。あなたのソシアと一緒に今夜の戦時意識に出られるのでしょう。2年遅れになりますが、旦那様にもお許しをいただきましたので、あなたもこの土地の人間として認められたということね。はい、おはよう、キエルハイム。それに妹さんとローラも。おはようございます、クエン様。朝のお散歩はでしょうか。ああ、今日は私にとって重要な日になるだろうからね。だが少し足を伸ばした甲斐があったようだ。ローラにも会えたしね。ああ、ローラン、私はグエン様のおそばで仕事をしてそのまま夜会に出席します。迎えは結構ですから、成人式と宵越しの祭りをお楽しみなさい。ありがとうございます、キエル嬢様。お気をつけて。行こう、キエル嬢。もうすぐ客人がこのノックスに到着するはずだ。はい、クエン様。ではローラ、また会えるのを楽しみにしているよ。はい。ケイロ王女様、ますますディアナ様にできたな。お姉様の後ろ姿に見とれてるの？いやらしい。そんなことはありませんよ。ただ、社会に出て働くなんて立派だなって思って。お母様は反対してるけどね。前向けな娘がはしたないって。でも結局、旦那様もお許しになってくださったじゃないですか。俺はこのイングレスの領主のグエン様の秘書だもの。社交界のデビューみたいなものよ。シアお嬢さんもグエン様のところで働きになるおつもりで。この先のことまで考えてないわよ。とりあえず今はメシェと飛行機に乗るのが第一よ。まさか、お嬢様はそのままミリシャに入るなんて言いさせないでしょうね。ロランも考えが古いわよ。女だから家のことをしろなんて考え方、これからは通用しないんだから。ああ。じゃあ私は、このまま習い事に行くから。時間になったら迎えに来てね。承知しました。それまでは自由にしてないわよ。時計みたいに山に行ってもいいし。どうしてそれを。あんたがこそこそ屋敷の抜け出したのを見かけたなよ。お嬢様、まさかあれを見たんですか。あれって何よ。私はあんたが山へ向かったのを見ただけよ。よかった。変なロラン。変って言えばどうしてグエン様はロランをローラって呼ぶの。ああ。じゃあ迎えに来るの遅れないでね。今日は私たちの成人式なんだから。うん。成人式か。被験体として月から地球に降りて2年。僕ももうすぐ地球の人間になるんだ。うん。じゃあお前は地球に帰化する気か。そのつもりだよ。2年前の任務を終えたら、その後は自由だっていう話だし。俺とお前とフラン、月から地球に降りてもう2年か。俺はパン屋、お前は鉱山主のお抱え運転手、フランは新聞記者見習い。それなりにやっていけるもんだな。そうだよ。だから、ムーンレースのみんなも、きっと地球で暮らしていけるさ。どううまくいくかよ。俺たちは個人だったから、なんとか地球の生活に潜り込めたんだ。何千人、下手すら何万人が月から降りてくるのを、地球の人間がすんなりと認めるもんか。そうかな。戦争になってもおかしくないと思うぜ。でも、ディアナ様ならきっとなんとかしてくれるよ。そうだな。じゃあ俺、そろそろ行くぜ。ありがとう、キース。売れ残りのパンも、こんなに持ってきてくれて。いいさ。俺が練習で焼いたパンも相当の数が混じってるからな。しかしたくさんパンが欲しいなんて、家畜の餌にでもするのか。うん、ちょっとね。まあいいか。
今度はプランも抱えてこれからのことを話し合おうな。うん、これからのことか。とりあえずこれだけの量があればあの人たちもなんとかなるかな。あ、食料持ってきてくれてんだ。君、ボストニア城行くにはこの道でいいのかな。はい、ありがとう。君はこのイングレスの生まれかい。ええ、それが何かちょっとした違和感を感じてね。君はここではないどこか誰も知らないようなところから来てこの町に住み着いたように見える。え、ではこれでもう会うこともないだろうがね。ほうほうほう。何だったんだろう、あの二人。あの人たちも昨日の人たちみたいに飛ばされてきたのかな。あ、もう祭りの夜に。しかしあのロランってやつ気が利かねえよな。まったくだぜ。食料持ってこいって言ったらパンだけだわよ。ま、ここに飛ばされてきた俺たちに出会っちまったのが運の尽きだったな。文句ばっかり言ってるくせにさっきからみんな夢中で食べてるね。だってよ、このパンすごくうまいんだぜ。メール姉ちゃんも食べなよ、本当に美味しいんだから。食べないの、ゲイナー君。シベリアでエクササイズをしてたのにわけのわからないものに巻き込まれてアメリアに飛ばされるなんて、とてもじゃないけどこんな状況じゃ食欲湧かないよ。こういう時こそ食わなきゃダメだぜ。ほれ、このパンうまいぜ。今はいらない。まあ無理もないだろうぜ。さすがの俺もガリアに飛ばされた時は驚いたものな。なるほど、ここ本当にアメリア大陸なの。アメリア大陸ってもっと高地みたいな場所だと聞いてたけど、ここは北アメリアの真ん中のあたり。エルチ館長が言ってるのは俺が言った南アメリアの方の話だな。でもなんだかここってのどかっていうか田舎っていうか、この一帯はどこもこんな感じだって話だぜ。どこもこんなってマシンを使わない暮らしってことからしいぜ。俺も詳しくは知らないけどよ。でもおかしくないかい。もっと南の方に行けばモビルスーツがドンパチしてんだろ。俺だってわからないぜ。ただ昔からバルチャの連中もこの辺りには手を出さないんだ。何か理由があるのかい。イースタイみたいなものがあるんだよ。北アメリアには悪魔が眠ってるって。悪魔？こんな曖昧な理由なの。バグにはできないな。イースタイってのはその裏に見えない真実が追っ手のを含んでるもんさ。とにかく俺の知る限りじゃここらの連中は必要以上にはメカを使わない暮らしをしてるんだ。じゃあ私たちのマシンが現れたら大騒ぎだね。でもノロランってやつそこらについては驚いてなかったぜ。それにあいつ何か変なこと言ってたな。俺たちはムーンレイスだって。ムーンレイス？月に住む種族って意味？月ってあのお月様か？ここに人が住んでるとの？ガリアの連中は知らないみたいだな。宇宙にも人は住んでるんだよ。本当？そういえばアーサーさんも言ってたわ。イノセントは月から地球に降りた人で今でも宇宙で暮らしてる人がいるって。あんな上の方に住んでて落っこちないのかな。わからないのはどうして俺たちがそのムーンレースに間違われたかと。信じられないぐらいの田舎に住むあの少年がなぜムーンレースを知ってたかだな。そこらはあのロラン君本人に聞くしかないな。でも大丈夫なのかい。あいつが私らのことを誰かに話したら面倒なことになるよ。あれだけ脅しといたんだ、喋りゃしねえよ。うん、だが監視をつけておくべきだったかもしれないな。信用できるよ、あの少年は。何ですか？その通り。だがあそこまでまっすぐの目はところじゃお目にかかれないな。こんなものですか。もちろん向こうの方がなんか探しいよ。ラッセーラーラッセーラーって、ロランの言ってたお祭りってのが始まったんじゃないか。たくよ、こっちは山の中で隠れてパンを食うしかないってのにのんきなもんだぜ。そう言うならそのパンいただきだ。いやあ、それ俺の分だぞ。少し緊張感足りないんじゃないですか。まあ明日になったらここの漁師様に事情を話して穏便に移動させてもらうとするさ。せっかくのしびれの以外の土地だ。ゲイナー君も楽しめよ。こんな気分になれませんよ。ビシティティハイム降参。早くしてよロラン。早くしてって言われても、俺が政治の儀式なの。お姉様だってやったんだから。こんなこと言われても、こっちだって恥ずかしいんだから。ヒールに血を吸わせて背中にあざをつけるのが、どうして政治の儀式なんですか？ホワイトドールの政治の背中にあざがあったからって話よ。ホワイトドールってあの石像のことですよね。とにかく早くしてよ。私とあんたが政治の儀式の代表なんだから。この音。ノックスの街の方。あれ何？お嬢様。早く服を着てください。あれは。
なんだなんだ、情報と違うぞ。この一帯ではモビルスーツは使われていないはずだ。この一帯、中央政府のものか。どうします、ポイ。攻撃しますか。よせ。我々は航空部隊の先遣隊だ。こちらから手を出すなと厳命されている。それにこの一帯は中央政府の勢力外のはずだ。奴らだって、こうすると手出しは。しましたね。撃ってきた。ギリシャの連中め。我々と交渉しながら中央政府に渡りをつけていたのか。お聞きだ。ディアナカウンターの力を地球の人間に見せてやるぞ。とどめだ。お父様、お屋敷が、こんなことって。発見。敵部隊の注目を確認したが、今後のこともある。周辺へ威嚇行動を。抵抗する者が現れたら攻撃を許可する。色、巻き込んで吹っ飛ばしちゃったんだ。ん？金属反応？まだ隠れている機体があるのか。お嬢さんまずいですよ。このままじゃ俺たちも見つかっちまう。じゃあどうしろってなよ。ガロド、さっき塗られてしまったモビルスーツは何なんだ。ここにはあなたの場所はないはずじゃなかったのか。俺だってわからねえよ。だけどここで俺たちが出て行ったら、連中の仲間だと思われて攻撃されるのは確実だ。なんかそんなことも言ってられなくなりそうな。逃げましょう、ロラン。待ってください、お嬢様。ホワイトドールが崩れて。何あれ？敵の中から機械人形が出てきた。コックピットが開いた。こいつ、動くのか？どこへ行くの、ロラン？お嬢様はこっちへ。こいつを動かします。よし、ここまでやれば連中の抵抗をする気も失せるだろう。さっき私に続け、金属反応の確認に行くぞ。高所位、向こうの山から胴体反応。このサイズはモビルスーツです。に？来た。ヒゲの機械人魚だぞ。中央政府の機体とは違うぞ。どうなってるの、ロラン。ホワイトドールを止められないの？ダメです。こいつ勝手に動いています。お。ホワイトドールの制御ができない。いや、魔力で私を撃退しようというのか。ちぃ、オードムのナノスキン倉庫をここまで焼くとは。ホワイトドールがやったの？ええ。さっき攻撃だ。あのヒゲを狙え。高所位、それで胴体反応。陸上戦艦クラスです。オッケー。あ、やべ、ランド入れたかった。アイアンゲラの皆さん、嫌いなの？昨日会ったばかりですが。このヒゲのモビルスーツってのはやっぱりロラン少年か。はい。あの、俺もあるからな。そっちの援護をする。でも、礼なんていらないぜ。向こうは俺たちをやる気みたいでしょ。それにあんな乱暴な連中を見逃すわけにはいかないもの。えい。イングレスの領主め。で、中央政府だけでなく、ガレの連中までこの地に招き入れたことは。ここ約束の地ではなかったのか。交渉位。本当に連絡しろ。ミリシャはこちらに交戦の意思を示していると。我々は本体到着前に、抵抗勢力を片付けるぞ。ほら。街を、お嬢様を守るためには戦うしかないのか。このホワイトドールで。パーティー編成ミスったね。ちょっと待てよ。アイアンギアどこ？いた。負けた。ちょっと明確にミスったんで、編成し直すためにロラン潰します。もうちょっと記録欲しいな。
通に編集しようとしてた。当てらんねえんだよ敵の攻撃が。もう当てれんの？当たんねえし。本当に勝っちゃうよ。OK。 これで負けて、こっからそしたら、これでよし。オッケーオッケー。じゃあやってみましょう。次は予習しないぞ。
これこれでいいんじゃないか。たく、様子もね、そのドらしくおとなしくしたのによ。勝手にドンパチ始めて、俺たちを巻き込んでお前らが悪いんだからな。覚悟しやがれよ。OK。はいはい、基本的に問題なさそうでしたね。何がどうなってるのよあいつら。何、お父様、私たちのお父様は私たちの家は無事なの。少しだけ辛抱してください。お嬢様は必ず守りしますから。ローラン、今やるしかないんだ。何とかしてみせろ、ホワイトドール。オッケー。あいつら脆いな。命中安定で手刀の方がいいのか。この初期状態のターン A は使う機会、ここへんだとなかったからね。当たるんかい。さすがに硬いけど。やめてくださいよ。僕は戦うつもりじゃないんです。運動性だ。それはしんどい。ダメだ、こっちに。そんなバカな。でも強いんだよな。運動して下がってるから危ないな。でも硬いね。お、 3% 受けた。危ないから一回撤収。フリー。ボドムの撃戦か。これ倒すと終わりか。だね。これ最後にしよう。落としそうなんだよ、普通に。あいつらバルジャじゃない。訓練された軍隊だ。どこから出てきて何をするつもりなんだ。ほらね、危ねえ。普通に倒しそう。はいはい。懐に入られましたね。はい、すみません、ちょっといいよ。唐突にもうね、トイレ行ったって行きたくてしょうがなくて、中断して行ってきました。やってみます。無理に反撃しなくてもいい気するんだよな。当てれるもんなら当ててみな。あ、逆の意味。当てたー。
ここ SR3 単位内だったよね。なんかロランの命中率見てると結構運ゲーな気してくない？まあとりあえずサクサクと倒していきますが、お、なんか覚えた。集中？あ、出てくるか。んじゃあとりあえず一中マップ兵器、味方巻き込まないね。行ってこい。三連装置電線ってめんどくさい。小太郎撃つぞ。噛んだ。オッケー、外してる。殴り逃げっかな。あ、いけた。幸運つけて、こっちをガローごとで幸運持ってるんでね、少しでも報酬を増やそう。ムーバースキルが発動したところですが、終わらせます。どこの誰だか知らないが気に食わないんだよね。それで好き放題暴れる奴らは。うまいパンの俺だ。全力で行くぞ。足りないだと？さすがにそれは計算に入ってないな。お、気合覚えた。一度交代して本体に合流する。帰ってくれた。ホワイトドールの石像の中に機械人形が待ってたなんて。ぼーっとしてんな、ロラン君。逃げるぞ。え、逃げるって？昨日も言ったろ。俺たちは飛ばされてきたって。だから面倒ごとに巻き込まれる前にすらかるんだよ。君も来い。ここにいたら厄介なことになるぞ。お嬢様、すみませんがここで降りてください。ロラン、急いでください。わかったわよ。行くぞ、ロラン君。ほら、面白いものが見れたね、兄さん。ああ、まさか GX にこんなところで再会するとはな。乗っているのは彼かな。あの動き、十中八九そうだろう。半年の間地道に交渉を続けてきたというのに、なぜムーンレース戦闘だったという事態になるのだ。グエン様、御曹司、問題はありません。すべては我々の想定のうちです。イングレッサ、いえ、この大地をムーンレースから守るために我々はここにいるのです。はいはい。ノックス・ボストニア城。まずはあなた方の機械人形がムーンレースに対して先制攻撃を仕掛けた理由にお聞かせていただこう。御曹司の望んだことをしたまでですよ。私の望んだことだと。この半年の間、彼らムーンレースとの交渉を進めていた私が戦いを望んだというのか。そうではありません。今日の戦闘はあくまで外交のための見せ場に過ぎません。見せ場？どういうことでしょうか。ムーンレース側は、この半年の交渉で自分たちに対抗し得る戦力がイングレスに存在しないことを知ったでしょう。つまり彼らは軍事上の有利さを交渉の際に押し出してくることが予想されました。それに、対抗する手段として、頼みもしていないのに中央政府は君たちを派遣し、そして君たちは機械人形を動かし攻撃を仕掛けたというわけか。結果は負け戦だったようだから。
今日の勝敗は問題ではありません。重要なのはムーンレイスに警戒心を与えることです。それにあの程度のを我々の戦力だと思ってもらっても困りますよ。これが中央流のやり方か、あ、強がりか。だが君たちの力など借りなくとも我々も独自の戦力を用意するあてはある。マウンテンサイクルの発掘ですか。その通りだ。この一帯は過去の遺産の発掘や使用は既により禁じられていたが、そのような迷信めいたしきたりに従っていては新たな時代を迎えることはできない。約束の地は禁忌の地、何人もそれに触れるべからず。我が父祖はその教えに従い、この地を過去の遺産である機械文明から隔絶してきた。だがムーンレイスの帰還が始まろうとしている今、私は周囲、なんだこれ、これもし、飲酒を超え機械文明を受け入れるつもりだ。クエン様、ではあの白いモビルスーツも御曹司が発掘を指示したんですか。ビシニティ郊外にはまだ調査の手は入っていない。だがあのヒゲの機械人形はマウンテンサイクルに眠っていたものだと見て間違いないだろう。ではあの地上戦艦は、あの一帯はガレーのものと見ましたが、あの一帯もガレーのものと見ましたが、それについても調査中だ。今ミリシャが機械人形と地上戦艦を追っている。彼らの協力が得られれば我々は我々の衣装を押し通すことができる。誰が相手でもだ。それは我々に対してもということでしょうか。そう取ってくれても構わない。だがあなた方のを派遣、あなた方を派遣した中央政府の意向を無視するつもりはない。あなた方があくまで協力者であるなら私は共に歩んでいくつもりだ。さすがです御曹司、あなたは先を見据える目とそこへ進むだけの力を持っていらっしゃる。我々もここに来た理由が、来た甲斐がありました。そう言ってくれれば我々としても嬉しく思う。本蔵氏、ムーンレイスから正式に会談の申し込みがありました。会談か。今日の戦闘を見れば彼らの慎重にならざるを得ないだろうな。どうなさるそれです、本蔵氏。図らずも今日は力のカードを切った。だから次は我々の文化を見せようと思う。文化ですか。キエルハイム、それには君にも協力してもらおう。いい加減に我々に慣れてほしいな、ティファーディール。もう少しリラックスしてくれたまえ。少なくともフリーデにいるよりは快適な環境を提供しているつもりだ。残念ながら、君を中央に連れていく前にまた一仕事入ってしまったよ。ガロードはさすがはニュータイプだ。ここにいながらあの少年の存在を感じ取ったか。どういう経緯か知らないが、確かに彼はこの付近にいる。でも君の声は彼には届かない。君は我々のために働いてもらう。彼の地に眠る力を使うためにあなたたちは何を決まっている。運命への復讐だ。運命への復讐。はい。でまた今度は X 関係ってことでね、普通にティファが出てくるぞ。っていうわけで、ターン A が加わりましたね。武装が、初期状態のままだ。まあでもターン A は後々使う機体なんでね、しっかりと強化をしておこうと思います。はい。じゃあ、今回はここまでですね。あ、だいぶこっちじゃねえや。こっちだ。はい、ではスーパーロボット大戦 Z 実況プレパート185、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てください。